令和3年3月24日、午前11時24分。まあ、老衰のため、田中邦枝さんがお亡くなりになりました。88歳でした。出身は岐阜県だったということですけども、私たちの印象としてはですね、北の国からの、まあ、主人公ということでもありまして、まあ、北海道の人なんじゃないかなっていうふうな、そんな記載しますよね。まあでも、田中邦枝さんっていうのは、 武田鉄也さんがご出演されてた、刑事物語にも出られてたりとかね。あと、男は辛いよ。ね、厚見京子さんの。こちらの方にも出てらっしゃったりとか、本当に重要な役でね、うん、田中忍さんの味わいってのが必要だったのかなと思います。まあ非常にね、残念な気もしますけども、まあでもね、まあこのお年まで、本当によく、うん、頑張ったなというかね、私たちの心に火を灯してくださいました。 まあ、田中国家さんの人生っていうのは、そのまんま、うん、昭和を生きるお父さんの姿だったんじゃないかなと思いますよね。えー、本当にお疲れ様でございました。まあ、今頃ね、えー、まあ、あの、新しい北の国からをやってくださってるんじゃないかなと思いますよね。えー、またこれからもドラマを見させてもらいます。お疲れ様でした。